ね、これは全然実際私がやってますなんて言わないんだもん。でこれ防ぎようがないですよ。これ防ぎようがない、これ本当に防ぐってコンピューターやめたもんです。それしかできないんですから。という、まあ、事情にある。ちょっと話が完全に飛んじゃったもん。なんで飛んだだ、イスラエル。ものすごい強い。負けたんです。そこで、エジプトはイスラエルと仲良くなったんです。で、こっち、ドーンと動いてこられました。で、今は、アッタムバラク。実はね、これね、あるところで話するために、去年の9月に作ったんですよ。当たってるでしょ、アッタムバラク。これそのまま使っちゃったんだけど、もっとこっち行ってます。もっとここまで。アッタムバラク。これで動いてる。トルコ？トルコ、アタチュル君？これ積極的にした素晴らしい人ですよ。第一次世界大戦に負けて、そして、だからあんまりその髪型ってのはダメだと、積極的にしてるんですよ。例えば、いきなりは、トルコ国にかぶったら、そんなもんかぶってるからダメなの。それから、女性がこんなの持ってるのか。だけど最近はもう、あれはね、ここまではやってませんよ、ここは。で、そういうふうに今思ってる。エルドアン政権が。で、これはですね、エルドアンって人がとっても賢い人なんですね。だから、極端なそのイスラム主義にも戻らないけれども、イスラム化することによって、さっき言ったトルコは、オスマントルコの再現、新オスマントルコを目指しますっていうのはこの問題。動くでしょ。だからバラバラだと同時にここにいたと思ったら次に動いちゃうんですから。だからイスラムを論ずるのは難しいんですよ。イスラムの知性学を論ずるのはちょっととっても常連的な日本語だけはすまない。英語で説明するほどの英語力もどっちかってないんだという話なんだから日本のフェスが説明に苦慮してるのは当然なんですよ。まあ、NHK みたいな画像を持ってるのがね、画像だけバー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 見せてるという話です。本当に難しいですか。あとはね、サウジアラビア、ここさっき言いましたね、ワハーブ州、ワハーブ、ここにいるんですよ。新米イスラエル、特に新米、建前はイスラエル反対ですよね。なので新米的、ここが少し下に降りてる。女性に車の免許証がならないけれども、地方議会のですね、婦人参政権を認めようとしてるんですよ。そういうことで少ししたんですね。ということです。他に書けばいくらでもあるんですけど、この絵をですから、概念図として頭に入れてください。これでいいですね。申しますよ。さっき5つのその変数がありますと。でバラバラですねと、その5つの変数がものすごく動きますと。と同時に、それがいつも生態的、固定的にそこにいつも留まっているのではなくて、しょっちゅう動きます。今の総理大臣は50とかなんとか、そんな難しい問題だから、もっともっと、捕まらないですよ。ということです。はい。ほら、何か質問ありますか。では。はい、まあ、イスラム特にその神に絶対して神の支配みたいな形に、あ、まあ、支配ですけど、はい、民主といわゆる絶対心による選挙に近い形でそこをうまくバランスする方法って何か、まあ、素晴らしいですね。それ最後にやります。皆さん頭いいね。そこをね、そこの問題を分析し、その問題を一応の回答を与え、分析し、克服し、回答を与えないとですね、アラブの春の先行きの説明ができないんです。それもう最後にやりますので、ちょっと待って、ホールド。ですね、さて、次に、ペアルからして8番をお願いします。これ。なんかオセロゲームみたい。これもね、時代によって変わるんですよ。
これ実は去年作ったんですけど、ちょっと色変えたようなのあるんですけどね。まあ、基本的にずっと見てください。サウジアラビア、前はまん丸だったんだけど、ちょっともう今度は三角に。悪くはないんです。アメリカ。サウジは、じゃあどうですか。イラン、サウジの最大の脅威はですね、イスラエルもなければ、もちろんアメリカでもない。イランなんです。イランなんです。こっちがですね、いいですか。非常にその、神学的に一番極端なですね、シーア派がイラン、神学的に極端なスンニ派がサウジアラビアです。まず教義が違いますね。ものすごい対抗してるわけです。そうしてですね、いいですか、イランのそのウメイニさんの方は王様というのを認めてないわけ、王様はダメだと。だって一番偉い人はだって聖職者なんだから、いいですね。じゃあその王がな、王がですね、そのハーブとかなんかをちょっと結託して、王を否定してるんですよ。これがと同時に根本的な神学的対立を持ってる。実はシーア派とほらスンニ派の、これはもう完全にそのコーランの解釈の根本的な違いですから。それでですね、イランの軍事力でですね、落とされるんですよ、サウジは。ビクビクですね。そうするとアメリカですよ。という関係にあるんです。ここ。ここ。で、あとですね、じゃあドバイとかアラブ、UAE、アラブ首長国連邦。あの辺もですね、イランのところにあって、サウジアラブの、その上はイランです。というものすごい緊張があります。エジプト、エジプト、サウジ、まあ三角ですね。まあ、あまり仲良くはないですよ。バン、バツじゃないの。前は白三角だったんだけど、ムバルクがもうおかしくなってからこれに変わってきました。これ僕最近色変えたんです。それからあとどうかな、シリア、ああシリアの最も緊密な同盟者はイランなんですよ。イランなんです。でシリアはじゃあ切り替えたようなシリアだとそうじゃないんです。さっき言ったようにアサドさんというのはそんなにその神第一、もちろんイスラム教徒であるけども、そのようにじゃあ聖職者も生み出してますから、自分の王様になろうとしてる人なんですけども、イランはシリアにスンニ派であるところの人、シリアにですね、ものすごく残りの人で、皆さんどういうことありましたか。あ、後で、まあ、とにかくということで、そういう関係になっています。なんかイスラエル、まあ、トルコは全方位外交やってますから、バツではないんです。あの前はね、白三角だったんです。本当からのガザやなんかの、その、ガザでパレスチナ問題でいろいろ激化したときですね、要するに救援船が行きましたね。で、それをイスラエルが殺しましたね、逮捕しましたね。そのことによって、トルコはですね、態度を激変させたんです。なんかですね、イスラム世界の地位を上げたんです。それでこの白三角か黒三角か。あ、これは、だから最近変えた。なんです。あ、これはトルコとイスラエルね。あとはいいですかね。で、サウジアラビア、直接は喧嘩してないんだけど、めんどくさい過激なやつはちゃんとお金を援助してですね、ちゃんとイスラエルに対決させてますから。さっき言ったてん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 と緑色の人そこですから。ということです。
中東ナショナリズムに分裂する以上です。これはシンプルな絵だから、まあ、オセロゲームなのかもしれない。ええ、それでさて、で次に、9番ですね。さあどうなるんでしょう。僕の気持ちで書いてる。どっから行くか。トルコ、中東のバランサー、新オスマンを目指す。で申し上げましたね。トルコは、まあ、特にエルドアンだったから、もう EU には加盟しませんよ。EU というのはキリスト教が作った同盟ですからね。あれは、よろしいですか。あれは、カントの高級平和のためにキリストですからね。そして、一つにまとまりましょう。というところに、トルコが加盟申請したでしょ。それは全然入れてくれないでしょ。もう、今でも入るとは言ってるけど、入るつもりは毛頭ないですから。もう、トルコは、イスラムの中のオスマン、新オスマン帝国を目指して、ますますトルコの地位は上がるでしょう。それから、イラン。ここがですね、上に行くか下に行くか、非常によくわからないんですけれども、まあ、国際社会と戦うんですから、そう簡単には上に行かないんじゃないかと思って、現地にした。僕の願望じゃないんですよ。だから強いです。ぐーっと上がってます。エジプト、ポストムバラクは不透明、国力低下の可能性大。まさしくそうですね。これ去年なんですよ。9月。サウジアラビア、イランの核の、イランの核の脅威、シーア派の暴動など、王政は危ない。実はシーア派の暴動っていうのはですね、別にイラン人が暴動を起こしていなくて、ごくわずかだけれども、サウジアラビアはシーア派なんです。と同時に、過激派があります。メディシー派に。それが、メッカ、これはもう数年前ですけど、メッカで暴動を起こしました。巡礼者たち、死んでますね。ということで、そういう爆弾を抱えてるんです。これからだから、騒ぎですね。これは大いに、この国はハッピーでラッキーだったんですね。いろんなその中東、アフリカにいろんな国ができました、独立したけども、あれは植民地をしてやった、いいですか、英国、それからフランス、イタリー、のいくらかが赤線引っ張っただけの国ですからね。それでそのネーションステートの形だけできたんだけれども、その中で、サウジアラビアでついてるんですよ。石油がまだ見つかってなかった。だから英国もなんだか真ん中辺で、まあメッカはあるけどもつまらん国だと思う。ちょっとやめたかな。それでそしたら、さっき申し上げましたように、ワッハガーと、それから、サウド王と手を結んで、建国したら、あとで石油が出てくる、ものすごい力が出る。ということで、サウジはぐーっと上がったけど、だんだんですね、一つはイランの核の脅威、シーア派の暴動、王政危ない、民主化運動も危ないんです。民主化運動やなんかも出てくるでしょう。だから僕は基本的にはね、サウジはダウンカーブじゃないかと思いますね。国の力として地政学的にはそうだ。ヨルダン、これはですね、僕ここは行きましたので、そして、ヨルダンが分かると、イスラムが見えるっていう雑誌に日本書いてあるんですが、ここパレスチナの難民が非常に多いんです。隣ですから、イスラエルの隣ですから、ヨルダン川を描くと隣なんですよ。ヨルダン川ってどのような幅だと思いますか。上陸中流ぐらい、5、6メートルなんです。小さい川なのに世界でだから単位面積あたり一番有名な川がヨルダン川と言ったのは僕じゃないんですよ。マーク・トウェインがそう言ったんです。マーク・トウェインってミシシッピの文学でしょ。で、そのヨルダン川を境にしたのイスラエルと接しているのは、つまりパレスチナと接している部分なんですから、難民がいっぱい来ているんですよ。で